Tokyo Girls Update。TJU アフタートーク。Yes yes yes yes。さあこの動画では番組で登場してくれたアーティストに改めて出演の感想などを聞いていきたいと思います。東京女子流のお二人今日ね本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか TGU 東京ガールズアップデート。いや結構すごい楽しかったですし、なんかなかなか私たち女子流はこういうトーク番組に出る機会がないので、はい、すごい久しぶりにいっぱい喋れて楽しかったし、こう名前も似てるので番組名と東京女子流が本当に似てるので、なんかいつかちょっとコラボとかしてやっていきたいですね。コラボですか、はい、コラボどういうコラボしたいの。そうですね、なんか、うん、東京ガールズアップデートかけ東京ガールズスタイルで、なんかちょっと東京のなんか、まあ、日本の魅力を世界の人に伝えるみたいなとかいいなと思うんで、ぜひそういう企画があればぜひ東京女子流に、うん、やばい、すごい本格的なプレゼンなんだ。実現できそうかな。したいですね。いやそれは俺は何もしたい気持ちはいっぱいありますよ、はい、だけどね、うん、ね、なんか東京日本の魅力いろいろありますよ。下町とかね、東京とかねってこの話大好きですね。地元は地元っていうか実家の実家っていうかね、あの、あ、千葉って言ってましたよね。はい、千葉です。で宮城です。宮城なんだ、うん、そっか。本当になんか山もあるし川もあるし、うん、海もあるし本当に自然たっぷりなので、うん、本当にぜひ来てもらいたいです。いいじゃん、それぞれのメンバーのね、はい、出身地いろいろ掘り下げてね、はい、あと山形と大阪がいるんで、おお本当いろんなとこから帰れるので、はい、なんか東京女子流なんですけど東京出身が一人もいないです。なのでよくそれとかもトークで触れられたりします。いいじゃん、面白いじゃないですかね。いつか行ったらいいですね。はい、ね。さあ、それでですね、東京女子流さん結成当初から日本国外の活動を、まあ、意識していたこともあって、はい、ファンの方の質問でね今回たくさん来たんですよ。結構ねもう、まあ、ファッション満開してるのもたくさんあったりして、うん、でしかも今インターネット配信の番組で中国語を勉強されてるという話が先ほどありました、はい、次のような、ね、質問がですね番組に寄せられています。実はフランスのアンジェリーナさん、うん、あまず英語で読ませていただきます、はい、You did a Chinese version of 同じ気持ち and partition loveAnd also an English version of Himawari to Hoshikuzu. Would you like to sing in French one day? 中国語バージョンの同じ気持ちはパーティションラブ、英語バージョンのひまわりと星屑などありますが、フランス語でいつか歌ってくれますかね、ということなんですが、うん、どうでしょう。あ、そうですね、あの今その同じ気持ちとパーティションラブは中国語があって、でひまわりと星屑は英語バージョンがあるんですけど、うん、まあ、女子流もやっぱ海外、あのいろんな世界に行ってみたいと考えてるので、やっぱりフランス語のね、うん、曲を ねリリースできたらいいよね。やっぱりなんかフランスでちょっと一時期番組をやっていたっていうのもあって、結構フランスからの声が多いので、やっぱやりたいですし、いつか行ってその現地に行ってフランス語の歌を歌って痛いですね、ライブで。フランスは難しいよ、でも。そうですね。中国語の発音が難しいってよく言われてる、うん、フランス語はやっぱりこのなんか、っていうの、R の発音というのがね、うんうん、難しい。やったことあるんですか？あの、うん、勉強しました。勉強してて、ちょっと現地で住んだことが3週間ぐらいかなと思うんですけど、いや、難しいですよ。なんか、なんていうのかな、普通にボンジュールってよく、ね、うんまあ、日本語風の発音でいいけど、うん、それが言うとボンジュールっていう、ボンジュールっていう、ね、普通にボンジュールだと伝わらない、伝わらないかもしれないね、ボンジュールとか、うん、なんか中国みたいな、そうそうそう、テンテンってボンジュールとか音があるね、うん、あとあのありがとうってフランス語なんていうか分かります？え、なんだろう、そう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 メルシーなんだけど、それが発音は実はメルシーっていうこのハッっていうの発音がね、うん、難しい難しい。でもなんか学校でドイツ語を勉強するみたいな時間があって、ドイツ語、うん、はい、やったんですけど、やっぱなんかそんな感じで音を止めるとかがすごい注意されて、もうこんなに難しいんだと思って、ドイツ語でなんか言葉言える？なんかその音楽の授業で音楽、その歌をドイツ語で歌うっていうので、ず
なんか日本語の歌は全然歌わせてもらえなくて。何の歌だったの？ドイツ語の、なオペラみたいな歌ってる時は、なんか先生がもともと舞台に立ってくれてオペラの、なのでなんかドイツ語 のオペラを歌おうみたいな感じで半年ぐらいずっとやってて、めっちゃ難しいや、難しかった。覚えてる？覚えてない。本当覚えてるんじゃないか。いや本当に、やっぱ歌だと流れで覚えるので、結構忘れちゃう部分がありますね。いやいや、いろんな言語で頑張っていただきたいと思いますけども、他に例えば全世界回ってきた中で印象的な国とか、印象的っていうか、あの国なんかいろいろあったなとか、すごかったなとかあります？シンガポール。そうだね。ほう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 。ライブパフォーマンスを結構1日で2回、で2日間やらせてもらったんですけど、本当になんかボード持って応援してくださるファンの皆さんだったりとか、あとメンバーの名前呼んでくださったりとか、もう結構なんか盛り上がりました。その時に実はハプニングがあってまだちょっとライブ初めての海外っていうこともあって、なんか観光しながらライブも楽しもうっていう感じで、こうライブ前に2時間予定があったので、ちょっと近くでご飯でも行こっかみたいな感じで、歩いて10分ぐらいのところにこうパンケーキを食べに行ったんですよ。そしたらマネージャーさんに電話がかかってきて、こう出たら時間間違えててあと10分後ぐらいに本番って言われて、ってなって、とりあえずもうすごい大都会をもうソーリーソーリーって言いながらめっちゃダッシュして、ギリ間に合って、もう着いた瞬間ステージっていう感じで、ギリ間に合ったから良かったんですけど、本当にバタバタしましたね。やっぱそういうことが海外だと結構あるあるなので、何か分かんないけどね。そうなんです。その時もお互い背中でボーンって叩く時間はあったの？いや、なかったです。もうついてステージみたいな感じで息切らしながらステージ立ちました。まあでもそこで間に合ったっていうか、間に合ったので良かったです。東京女子流的に今後 その活動の中でチャレンジしたいものとか、これはいろいろやっていきたいなと思うことがあったら最後に教えてください。東京女子流は、歌って踊って、ダンサーとボーカルグループなんですけど、それの他にもやっぱりいろんなことにも挑戦して、いろんなことを吸収して、それを東京女子流のパフォーマンスに生かしていけたらいいなと思います。そうですね、やっぱりなんかそれぞれ、メインでは歌とダンスで活動しているんですけど、やっぱそれぞれやりたいことがあったり、なんか得意分野とかもあったりするので、やっぱひとみが言ったように今後はそれを生かした活動もしていこうというのが目標の一つでもあったり、あとは東京女子流としてはもう一度武道館に立つという目標と、あと大きいんだね。そうなんですよ、大きいですね。あとはこうアジアでいつかアジアツアーとかワールドツアーができるようなグループに成長したいなというのが目標です。ありがとうございます。じゃあ東京女子に一番最後に、海外から見てくださって皆さんにメッセージをいただけますか？はい、いつも皆さん応援ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これからも東京女子は日本からアジアへ、アジアから世界へと音楽の楽しさを歌って踊って伝えることをコンセプトに、海外にも音楽を発信していきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回のゲストは東京女子流から山辺美優さん、そして新井ひとみさん、お越しいただきました。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。いつかロケやりましょうね。はい、飲んでね。